Then I hereby declare war on you all. The fourth great ninja war. これは英雄の物語。悪しき獣に襲われし、木の葉を救った英雄の。 まさに命を懸けて戦った。 気高く燃える意志を抱いたものの。俺に気づいたか。
飛ばすところも慎重に選ばなきゃ。お前の相手は俺だ。そして終わった。飛んだか。早いな。朽ちることのない真実の物語。序章、九尾襲来。こっちの攻撃がすり抜けた。なんだ、あの術は。やつは一体。里も気になる。だが、あの一瞬でよくもここまで。お前は何者だ。なぜ木の葉を狙う。俺のことを聞いてどうなる。お前らはもう間もなく終わるというのに。すでに希望などお前らにはない。戦闘開始。九尾を操るほどの力を持ち、そして木の葉に出入りできる忍び、それに当てはまる人物は俺の知る限りでは一人しかいない。まさかあなたが内葉マダラだというのか。さあどうだろうな。里の様子が気になるようだな。しかし、だからといってこの俺から目を離すことはできない。葛藤だな、四代目火影。里のことは三代目と里のみんなを信じるしかない。今はこいつを仕留めることに集中しなければ。
諦めるには早いぞ。三代目、いかに強大な力を前にしても臆してはならん。わしらには守るべきものがある。行くぞ。今こそ木の葉の力を結集し、里の外に奴を追いやるのじゃ。おお。これ以上里に手出しはさせん。行くぞ。戦闘開始。
メージを与えたようです。しかし、あれをもってしても致命的な一撃にはならなんだか。近くより連絡、作戦決行までもう間もなくのこと。うん、準備が整うまで攻撃の手を休めるな。はっ、活動停止。なら近くより連絡、走行機の準備完了しました。うん、作戦開始じゃ。行くぞ。邪魔、この歯は負けぬぞ。ここだ。これは契約封印。これでキュービーはお前のものではなくなった。この戦いは絶対に負けられない。戦闘開始。どうやら四代目火影の名は伊達ではない。お前を倒し、里を守る。それが俺の役目だ。さすが四代目火影、この俺に手傷をくれ、キュービを引き離すとはな。だがキュービはいずれ俺のものになる。俺はこの世を滑るもの、やりようはいくらでもある。あの感じ、嘘で言っているんじゃない。
今。里の外へは追いやった。次々に仕掛けるのじゃ。かかれ！またあれをやる気か。させるか、ボギー。とか四代目、分かってる。うお、港キュービごと飛んだのか。迫る脅威にただの一度も臆することなく。大丈夫かい。大切なものを守るため最後まで戦った。ここまではなんとかできたけど、俺のチャクラはもう。あいつは必ず止める。俺には守らなければならないものがある。大切なものがある。守るべきものがある限り俺は。これは英雄の物語。最後まで諦めない。私の愛する英雄の物語。Thank you.
英雄、道警を背負い希望をもたらす、いかに死地を歩もうとも、いかに苦境に立とうとも、燃ゆる意志はなおも高ぶり、信ずる者がために核も戦う、その者英雄。日々が経ち、過去が未来に転じるとも、その名は微塵も朽ちることなく、新しき時代に轍を残し、混迷の世に今一度名は継がれる、その者英雄。歴史に刻まれし新風、その名は。ラーメンラーメン、しかもかかし先生のおごり、嬉しいってばよ。ま、お前もさくらも復興作業に頑張ってるからな。たまに部下をねぎらうってのも上司の役目でしょ。サイも来られたらよかったのにね。用事があるんじゃ仕方ないさ。次の機会だな。大丈夫だって、サイの分まで俺が食べてやっからさ。いや、何が大丈夫なのよ。とにかく楽しみだってばよ。しかしその様子を見てると、木の葉を救った英雄とはとても思えないな。げ、かかし先生もそれ言うのかよ。この頃どこ行ってもそれ言われてさ、こそばやくって仕方ねえんだけど。ま、お前が里を救ったのは事実だろ。人ってのは何かとヒーロー役を立てたがるもんなのよ。て、そんなことどうでもいいか。今は1分1秒でも早く一楽に到着する方が大切だってばよ。だな。待っててね、ラーメンちゃん。ほんと、どんだけよあんたのラーメン好きは。